職業に規制なし、所属議員の AV 出演疑惑を問われた藤田文武幹事長、 AV 女優が政治家を目指して何が悪いのかとバッサリ、差別的な考え方を書き、またそれを拡散するリベラル、フェミニストの方々、そして一部の週刊誌はやはり間違っているのではないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。8月の9日にこちら収録をしております。今日は長崎の原爆の日ということで、本来私が党を代表して長崎の式典に出席をさせていただく予定だったんですけども、台風の影響で来賓は出席を見合わせるということになりましたので、式典の時刻に黙祷をさせていただきました。改めてこの悲劇をしっかりと忘れずに、継承していくとともに、不戦の誓いを新たにしたいというふうに思います。で、今日はですね、午後、藤田文武幹事長、維新の幹事長の定例記者会見が行われていたんですが、そこでの、やり取りについてご紹介したいと思います。まあ、最近ですね、まあ、毎週熱心に週刊誌が、まあ、維新の、いわゆるスキャンダルであるとか、不祥事疑惑について、特集をされているわけですけども、その中にまあ、とある所属議員の女性議員の方が、過去に AV、アダルトビデオですね、AV に出演していたんじゃないかということをですね、まあ面白おかしく書き立てたという記事がございました。まあちょっとバカらしいのでその記事を、当該記事はご紹介いたしませんけども、まあ AV に出演していた、そういう活動をしてきた人が、これまで議員でいいのかみたいな論調でですね、その週刊誌が書いてきたわけですが、今日定例記者会見で、まあ一部の記者からそのことについて、藤田文武幹事長が見解を求められました。まず前提として、この所属議員、当該所属議員が AV、いわゆるアダルトビデオに出演したことはないと。まあ AV 女優と共演したような、共演するような作品は出たことがあるけども、まあその所属議員自体は、アダルトビデオに出演したことはない。AV 女優であったということはないと。ただ、そのとした上で、仮に過去に AV に出演したことがある、あるいは過去に AV 女優だったとしても、それ何が悪いんですかねと。AV 女優の方が一念発起をして、これからは政治家を目指す。何の問題もないじゃないですかと。にもかかわらずね、AV 女優だから、なんか議員になってんのはどうか、みたいなことを書く、差別的なことを書く週刊誌は、これは許せないですね、ということをね、藤田文武幹事長が、きっぱりとその記者の方に回答をしておりました。これ私もね、あっぱれだと思います。あっぱれですよ。まあこれはもう 100% 私は藤田文武幹事長の考え方に賛同しますし、これはまさに This is 日本維新の会です。This is 維新です。まあ維新の会の考え方です。それはもう AV、アダルトビデオに出演している女優であってもですね、いわゆる性産業、性風俗に勤務している方であっても、違法行為をしていない限り、職業に規制はないわけです。だから確かにその現役の AV 女優の方がそのまま議員になろうと言ったら、それはなかなかハードルが高いというのは事実としてあると思いますけども、それだって別に咎められることではありませんし、職業選択の自由がありますから、最後は有権者が選べばいいと思いますし、過去にそうした、まして過去にですね、アダルトビデオに出演したことがある、あるいは性風俗で働いたことがあるとしてもですね、その方が一念発起をして、これからは政治家になってね、自分のそうした経験も生かしてですね、例えば女性活躍だとか貧困支援だとかですね、あるいはそのナイトタイムエコノミーと申しますかね、そうした産業活性化、まあ、こうしたことに一役買いたい、一肌脱ぎたいということであれば、それはもう全くね、問題ないことだと思いますし、そういう多様なキャリアを持つ方々が政治の世界に来る、で特に女性活躍とかね、女性の活躍推進言うんであれば、むしろそうしたキャリアトラックはですね、キャリアチェンジというのは応援こそすれ、いやー過去に彼女は AV でしたから彼はなんとかだからって言ってですね、レッテルを貼って排除することの方がよっぽどね、心が狭い差別的な考え方だというふうに思います。で、我が党はですね、この AV 新法の改定、まあ、ちょっと残念ながら議員立法でできてですね、まあ、大変出来が悪くて、まあ、AV 業界の実情とかを知らずに AV 業界から十分なヒアリングを行わずに作ってしまったこの法律によって、いわゆる AV 業界がまあ、今なかなかきつい立場に厳しい立場に AV 女優の方々も含めて厳しい立場にいると、まあ移行状況を改善するためにですね、独自の議員立法を出すなどしてですね、このアダルトビデオや性風俗と申しますかね、性産業に対する課題についても正面から取り組んでいます。で、こうした話題が出るとですね、特に一部の、まあ、リベラルとかフェミニストと言われる方々がですね、まあ、こうしたものがあるから世の中良くならないんだということで、このアダルトビデオそのものやこの出ている女優さん男優さんに差別的な言動を投げかけることがあるんですけども、全く私たちは、ナンセンスというか、まあ、マイナス等が大きい行為だと思いますし、もう繰り返しになりますが、職業に規制なし、ですから、そしてこの、まあ、人間のね、性に根付くものというのは、これはですね、なくすことというのはできません。その教科書的にですね、目に入らないようにしてですね、AV とか、この世からなくそうとしたり、性風俗をなくそうとしたりしたって、それはもう、なくなりませんから、地下に潜ってですね、犯罪行為の温床になるだけで、
今、アダルトビデオであるとか、あるいは生産業というのは適正なルールに基づいて運営されれば、これは合法となっているわけですから、しっかりとこのルール作りを行っていき、そのルールが適正に運用されているかどうか、まあ、これをしっかりとチェックしていくのが私たち政治家や行政の仕事だと思いますし、そしてそうしたところに従事していた方がですね、次にどんな仕事、それは政治家であろうと、官僚であろうと、弁護士であろうと、次にどんなことを目指しても、それは自由であって、職業選択の自由があり、過去に対して何ら偏見を持たれることはない、偏見を持たれてはいけないというふうに思いますから、私、日本維新の会はですね、そういう自由な社会、再チャレンジというか別に過去が失敗だったわけじゃもちろんないですけども、その AV に出たというか失敗というわけじゃありませんけども、まあ、どんなことを過去にしていても再チャレンジができる自由な社会が望ましいと思いますので、まあ、そうした社会の構築に向けて、しっかりと歩みを進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導ご鞭撻と、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。